皆さん、こんにちは。CXR 投資チャンネルへようこそ、ヒロピーです。本日は9月22日水曜日、ガイタミドットコムさん、マネイクチャンネルでの、コラム更新日でしたので、そちらの補足動画をアップさせていただきます。ヒロピーの10分でわかる FX ニュース、直近動きが出ました。本日のお題はですね、やはり中国のエバーグランデ、不動産のですね、最大手ですね。そちらの企業がデフォルトリスクかなり増大して、危険になってきたというニュースがですね、先週後半から、そして週明け、かなり、色濃くなってきました。しかしながらですね、つい今朝ほど中国の中央銀行、中国人民銀行ですね、がですね、また流動性の供給オペを急遽しまして、1200億元1日で、約かける17なので、1元あたり17円なので、金額にして約2兆円ぐらい、を流動性を供給してくれましたと。で、そうしたことでですね、株式市場、少し安定的な値動きを見せてくれまして、落ち着きを、しばしの間、取り戻すかなとは思ってます。焼け石に水の可能性も十分あるんですけれども、焼け石に水に水、うん、はい、焼け石に水の可能性もあるんですが、かなり、落ち着きは取り戻してくれるかなと個人的には考えております。そういったところでですね、かなりリスクオフポジション、方向に傾いているので、もしかしたらリスクオン方向へのポジション調整入るかもしれません。それが今晩、明日にかけて。で、特に今晩 FOMC なので、その可能性は結構高いかなと。今、この撮影しているのは5時前なんですが、少し欧州組が入ってきました。で、同じくリスクオフ方向にポジションを取り始めてるんですが、見たところ、このまま簡単にはリスクオフ方向に進みにくいかなと個人的には考えていて、その後引っ掛けてくるのがニューヨーク市場。最近、欧州市場が一人で負けてるので、日本と、アメリカの時間に、欧州と逆方向に動く傾向があるので、もしかしたら今晩、ニューヨークの、9時ぐらいから、リスクオン方向へ大きくポジション調整入って、巻き戻しが起こるかなというふうに考えてます。というところでですね、5ドル円とポンド円のロング戦略について、書かせていただいてます。さあ、その詳細を見ていきましょう。まず、冒頭で申し上げた、僕がツイッターでフォローさせていただいている戸田さんという方がいらっしゃいまして、元三井住友だったっけな、銀行のディーラーさんですね。で、中央銀行ですね、人民銀行が資金供給オペをしたよっていうのを報告をツイートでつぶやいていただいてまして、ここの3日、1000億元、1000億元、そして本日が1200億元と、かなり流動性の供給を行ってくれた。要するに市場が今かなり売りに偏ってたので、スカスカなんですね。なので、その急騰急落、急に不安定な市場を安定的に保つために、資金を潤沢に、するためにですね、供給してくれたというイメージですと。ということでですね、これがきっかけでビヨーンと。これ5ドル円の4時間足なんですけど、こちら見えますかね。大陽線を出現させました。で、直近ですね、ここから82円から大きく下落して、3円以上下落したんですけれども、そろそろ調整の可能性はあるかなと。で、RCI26 もですね、もうわずかながらダイバージェンスしておりまして、今回、この動画撮影時には、すでにそのダイバージェンスは、ほぼ、はっきりと出ておりますね。出てます。ですので、またちょっと4時間足でご覧、皆さん、お時間あったらご覧いただければと思うんですが、緩やかに、逆方向に動く調整の兆候ですね、が出始めている。ただ、ここの現状で、もう一回下げて上げて下げて上げてっていう繰り返すこともあります。1時間足で、例えば三角持ち合いみたいな、形状をし始めた時に、そういった行ったり来たりの往復の、ちょうど買い取りが拮抗するタイミングですね。
そういったフェーズでは三角持ち合いとか、真横にこう推移するようなレンジ相場を作りやすいので、短期トレーダーが、売りと買いがかなり、交錯するフェーズなんですね。で、その時間が長ければ長いほど近しいラインにサポートラインとかレジスタンスラインが引けるので、その上と下に結構ストップロスがたまるんですね。で、当然もちろんですが、どちらに抜けていくかは分かりません。ただし、抜けた後、その当てた対価として大きな上昇トレンドを発生させる、可能性があるので、それがまあ報酬ですね、我々トレーダーとしての。当てた時の対価は大きい。なので、直近タイトにストップを置いて、例えば反転するなら、まあ反転を狙ってるんで、僕はタイトにストップを置いて、ロングを仕掛けるような、戦略を、まあ、コラムの中では書かせていただいてました。はい。で、続いてポンド円。ポンド円も同じくです。実は直近5ドル円より売り込まれてしまって、まあ、戻りますが、この下落と、ポンド円の下落、なんと上昇してきたより大きく下落してるんですね。なので、かなり売りに傾いているのは、実はポンドの可能性もあると。そうした上でですね、ポンド円のですね、大幅上昇も狙えるのではないかというふうに考えてですね、ポンド円も久しぶりにロングしてみました。あと、明日 BOE と MPC ございますと、イギリスの中央銀行の、金融政策決定会合ですね、プラス議事録も同時に出されますと。ですので、かなり高派予想が出てるんですね、テーパリングを意識とか、高派に傾向している可能性がありまして、そのまんま、売りのまんま、BOE に臨むとはなかなか考えにくいので、一定の買い戻しはあるかなと。はい。そこでですね、やはりこれだけ大きく下落幅ありますので、その調整の戻しが、例えばこの153円ぐらいから149円ぐらいまで落ちたと、4円あるので、まあ、2円ぐらいは、ちょうど調整の頃合いとしてはいいかなと思ってます。で、ちょうどここにですね、白い線、150円のまあ8号に、レジサプライン引けます。なので、フィボナッチ的にもちょうど条件がですね、ぴったり重なる付近なので、できたらこの辺まで狙えないかなと、あわよくば、考えております。ちょうどこの149円の40銭ぐらいで買ったので、まあ、だいたい140ピップスとか150ピップスぐらいを狙ったトレードを、意識してエントリーしています。あと、布石としてはですね、ここの直近148円の95銭という超中途半端なところにサポートラインが引けたんですね。そこを、ごめんなさい、嘘です。直近の安値なんですけれども、ちょうどこの手前ですね。ちょうどですね、149円の16とか17ぐらいにサポートライン、がこの紫の線になるんですが、ここを少し割り込んで、結局この148円の95銭まで割、到達したんですが、これがいい布石になってるかなと思います。これまた、損切りが入って、走り切らずにこのニュースが出て持ち上げられたので、今度売り方がですね、捕まるターンかなと。はい、それに期待したショートカバーを狙ったロング戦略を書かせていただいています。まあ、詳しくは概要欄の下の方に URL リンク貼ってありますので、メインの記事の方をご覧ください。以上、ヒロピーの10分でわかる FX ニュースをお知らせしました。今週金曜日も、夜9時から、FX の相場展望ライブ、実施いたしますと。今回は第3週目かな？第4週目？第4週目ですね。はい。月末に、かけての戦略、その他、今直近リスクオフ相場にかなり傾いてますが、今後どうなっていくのかっていうのをお話ししていきたいと思います。なんとオンラインサロンもですね、祝270人、ちょっと中途半端ですが、超えました。ガンガン増えております。目指せ300人なんですが、残り30人です。ほとんど直近1ヶ月、あ、直近じゃない、今月末まで無料、今月入っていただければ、30日まで無料やってますので、ぜひご興味あったら入ってみてください。通常1ヶ月3980円です。限定ライブ、限定オリジナルインジケーターなどの配布、特典多くご用意しております。かつ、ご質問にお答えするなど、
FX やトレードのお悩み相談も僕が受けておりますので、ご興味ある方はぜひ、まあ1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらい、お試しで入ってみてください。はい、以上、ヒロピーの10分でわかる FX ニュースでした。この動画が良いと思ったらグッドボタンを。毎週金曜日に相場展望ライブも配信しています。見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。